変じゃない単独ライブって。しっぺだな。今の CM の間に、これで入ろうって決めてたの。なるほど。引っかかっちゃった、まんまと。捕まっちゃったよ。じゃあもういいっすね、単独ライブでね。いや、それはもうやめてください。なんでだよ。マンタノと言ってください。マンタノ。マンタノね。マンタノちゃんっていうゆるキャラも作ろうかなと思って。マンタノちゃん。いや、それで漫才だけの、ライブにしようと思ってて、漫才を6、7本やろうと思ってるんですよね、うん。うん。で、漫才だけのライブで、だから、いろんな漫才をこう書かなきゃいけないとなって、はいはい、こういう、俺と春日の、特性を生かすには、こうしてこうしてこうだな。でも、こうなるとこうだな、うん。こういう設定はどうだろうって出したら、必ずズレ漫才になるな。うんもうだから最大公約数出しちゃってるから。なるほど。チャート式で言ったらもう1個しかないんだ。そうなのよ。先がね。で、こっち、こっち俺苦手。こっち春日さん苦手。で、春日のキャラって多分こう、こう認知されてるから、うん、逆にこうでこうかな。うん、よし、こう行こうと思ったらもうズレ漫才なんだ。今の20分何だったんだよって毎回思うことが続いてて。はいはいはい。ただ7本全部ね。うんズレ漫才でもね、うん、見てる方はちょっとお腹いっぱいになっちゃうし、うん、もちろん、まあそうね、いや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 ってなっちゃうでしょ、うん、他のも見せてよってなっちゃうからさ、うん、まあちょっとそれがすごい難しいだよね、うん、その退化してんだけど進化してるように見せなきゃいけないっていうちょっとわけわかんない状況になっちゃってて、うん、なるほど、うん、だからなんか単独ライブとかあんままだ行ってほしくないまだ2ヶ月前で自信ないですから私もいやいややるはやるんですからまあまあそれで、うん、ネタ作りをちょっと前から始めたんですよ、はいはい、で土屋とね、うん、結構一緒にいるんだけど、うん、で土屋はほら放送作家を見習いというか、うん、目指してる男で、うんまあ、大阪からねそうねまあ、うん、年末に去年の上京してきて、うん、まあ、友達が一人もいない学生生活、うん朝50問のお題を作り、うん、ずっと大喜利をしてるっていう学生生活ですよ。うん、得意な方ですよ、ね。そうそうそう。で、LINE のプロフィールのところに、うん、あと70何日とか、うん、残り80何日って書いてあって、うん、土屋の土屋にこれ何って言ったら、うん、いや、単独が終わるまでの日にちですって。うん、なんでこんなの書くのって言ったら、うん、いや、そこまでは、うん、死なないで生きていようと思ってって言うんですよ。怖いよ、ちょっと重いわ。重いわって俺も。重いわ、ちょっと。で、まあ、重いぞっつって。でも、俺は、なんかそういう、うん、もう、いわばもう狂言ですよ、うん。そういうのにね、やっぱ付き合っちゃいけないんですよ。うん、俺が同じようなこと言ってたから、25ぐらいの時に、何日に死ぬみたいなこと言って、絶対大人は付き合っちゃダメなんですよ。うん、なるほど。って言わなきゃいけないですよ。うん、ふーんで済ますのも怖いよ。俺も重いわと思いつつ、うん、つって。ああ、こらえた。こらえて、うん。で、その、生きる意味がなかったんで、今まで。生きてる意味が。うん、で、この度、ようやく、うん、その、芸人さんの単独ライブとかに入るのが、うん、中学からの夢だったんだと。で、それがその、夜ね、ネタ作ってたりするところに参加したかったっていう、まあまあ、二人で作ってるところに参加できて、幸せらしいんですよ。はいはい。で、生きていようと思って、つって。ほ、うんうん、いで、なんか最近酒飲んで、うん、ちょっと酒飲んでからバイト行ってんすよ、土屋が。おどうしたで、うん、あいつ一人暮らしし始めたばっかで大阪から出て、うんうん、それまでお母さんと住んでたから、はいはい、だから自分で、ある程度のお金を得ないと、衣食住がままならないっていう状況が初めてなわけ。なるほど、うん。今までは飯食うのと屋根はあるわけじゃない、うんうん、実家に住んでれば、うんうん。だから、でも単独までは、生きてなきゃいけないから、バイトせざるを得ない。うんうん、で、酒飲んでバイトしてるって言って、で、俺はバイト人間をね、舐めてんだと思って怒ったのよ。うん、いや、そうだよね。俺はお前が酒飲んで、バイト先で、なんか酔っ払って、うん、例えば店長とか殴っちゃったら、うん、もう俺は、うん、多分もう、そこ、結構謝りに行かなきゃいけないことになるかもしれないよ、俺らが、つって。なるほどね。うん、それはそうかもしれない。で、単独だってお前どうなのかわかんない事件起こしたら、つって言ったら、なんかまあ、すいません、みたいな、うん。で、その話が終わって、うん帰り道したら、なんか、意を決してになんか、若林さんつって、うんうん、僕が酒飲んでるのは、バイトを馬鹿にしてるわけじゃないんですって。うん、起きたなと思って、うん、必死で、バイトに食らいついていきたいから酒飲んでるんですって言うんですよ。ちょっとわからないですね。
ちょっとつかめないね。どういうことよ。まあ、みんなが飲んでるとお酒を。みんながお酒を飲んでる。違う。もちろん、あの、カラオケだから、みんなそう、シアフでやってるに決まってるけど、そうでしょ？どういうことですか？バイトですごいミスしたりして、店長とか、うんうん、5個下の20歳の大学生に、何やってんだお前とか怒鳴られてんだって。うん、でも、それに耐えバイトに投げ出しちゃダメなわけだ、うんうん、でそれはすごい辛いんだってシラフで怒鳴られるのだからちょっと酔っていかないと、うん、バイトで怒られるのに耐えられないんだっていやちょっと待ってくれだから単独までは生きていくためにちょっと酒飲んでから酔っ払った状態でバイトして、うん、いやそれが怒られるじゃんってそれを怒られるよでそれを怒られてんのよ現に店長にお前酒飲んできただろうっていやいやバレちゃダメじゃん最悪それは俺はバイトをバカにしてると思ってたので必死に食らいついてこいつは酒飲んでバイトしてんだななんて発想がないじゃんまだ俺に、うん、俺これは悪かったなと思って申し訳なかった、うん、で、うん、今まで大阪だったら多分投げ出しちゃってます僕はその精神力が強くないしみたいに言うのよ、うん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 、酒飲んで、うん、あそっちっつって、うん、まあでもとりあえず酒飲むのやめなっつってまあそうだね、うん、それでクビになる可能性があるからねまあまあ言うてでもなんかやっぱずーっと中学やって携帯大喜利とかでもレジェンドとかになってるからさ、うんうん、やっぱりなんかはっきりしてんだよね、うん、なんか例えば漫才作っててさボケが3つぐらいあってさ、うん、この3つの中でどれがいいみたいな時に、うんうんうん、作家さんがさこれですかねとか、うんうん、で結構傾向的にこれかこれですかねって結構言う作家さん多いなと思うのよ、うんこれですって断言しにくいじゃん、うんまあ、そんなの芸人さん、ね、俺が決めなきゃいけないんだけど、うん、本当は、うんうんうん、でもあいつはっきりしてて、うん、大したもんで、うん、絶対これですとか、うん、時には俺の意見も却下したりするその時は飲んでたりするんですか飲んでるシラフなんで強いねことお笑いに関してでこうなってきたらこうだろっつってだからケツこうで一個引っかかってんのが、うん、引っかかって言ったのが、うん、でこうだからケツこういう流れにした方がいいなって言ったら、うん、土屋が、うん、そうですって言うのよ毎回ほうでほうこのボケとこのボケこっちの方がいいなって俺が言ったら、うん、そうですって言うのよ、うんうんうんで俺我慢してたんだけど、うん、西と東の言葉の違いかなと思ってたのなるほどそうですみたいな言い方が柔らかいのかなとか思ってたんだけど、うんうん、なんかずっと我慢してたんだけど、ね、全然ネタができない時にこれこうだからこっちやめた方がいいなってそうですって言われて、うん、俺切れちゃってさお前そうかもしれないですねって言えやっつってなんか先回りされてる気がするんだよ、ね、若林さんいらっしゃいって若林さん正解です若林さんそう正解です若林さんみたいな感じがするわ、うん、そっちでしたずっと前から思ってましたでもはっきりしてんねやっぱりその、うん、お笑いだけはやってきたっていう自信みたいなのがあるんだろうね、うんうん、で俺がネタ作って久々じゃん毎晩ネタ作り喫茶店にするなんて、うん、で、うん、ネタ作りする芸人がさ合流したりするわけよ、うん、クジラが来てさ、うん、でこうラジオで話してる土屋くんつってさ、うんうん、放送作家見習いで勉強中ですって言うじゃん、うんうん、そしたらクジラもネタ書いててさ、うん、10個ぐらいこうボケバーって出すわけよ、うん、で土屋に、うん、この中でいいのはどれか丸つけてっつったら、うん、10個あるボケに土屋が全部に罰して戻したの、うんうん、土屋よボケじゃなくてで、ま、クジラがびっくりしたって、うん、あれ一個もなかったっつったら、うん、クジラ土屋が、うん、一個もなかったっすねっつって厳しいお手厳しいでゴンビッグスモールのゴンちゃんね、うんうんうん、うちの事務所一緒ですけども、うん、合流して一緒にネタ作って、うん、でまあ別に話がそれて、うん、大喜利携帯大喜利やってたっていう話して、うんうんうん、土屋がしたら、うん、大喜利ってどうやんのみたいなゴンちゃんの話になって、うんうんうん例えばみたいなこと二人がこうなんか話してるの俺はこっちにネタ書いてて、うんうん、例えば自由の女神が、うん、こう聖火にっていうのは、うんうんうん、火のやつ持ってるでしょ、うんうん、あれじゃないものを持ってた何っていうお題だったら、うんうん、どうすればいいのみたいなゴンちゃんが聞いててでゴンちゃんがさなんかその大喜利上手くなりたいみたいなこと言ってんのよで例えばアイスとかだったら何点かなっつって土屋に聞いた土屋が0点っすねっつってお手厳しいとか言ってで、うん、俺が面白いと思ってその話入ってって、うん、で土屋さんって例えばこういうボケがあるって、うん、ゴンちゃんに出してみてたら、うん、紙にもう、うん、もう本当に2分ぐらいで30個ぐらいのボケをドワーッ
って書いて、こういう感じっすねっつって出したら、ゴンちゃんドン引きしててさ。うん、まあすごいよね。そうそう。で、まあそんなこんなで、うん、で、ネタ作りはどん詰まってるんですよ。どのドア開けても、やっと開いたってドア開けても、うん、ズレ漫才だからさ。なるほど。最大500数なのよ、あれが。うん、で、それで、合宿しようっつって、俺が仕事早く終わる日があって、次の日が遅い日があって、うん、鬼怒川に、うん、もう旅館取って、うん、もうずっとネタ書く合宿しようっつって土屋と行ったのよ。でサービスエリアとか降りても俺が買うものばっかり真似するって昔話したじゃないですか。ああ、なんか焼肉屋さんとか行ってね。そうで俺の真似ばっかするんですよ。で旅行まずしたことないんだって。お母さんと母子家庭で一人と一人っ子でしょ。旅行をまずしたことがなくて、はいはい、で修学旅行とか学校のイベントでサービスエリアで一緒に降りて買い物する友達が一人もいないから降りたことないんだって。へー。だから降りたことないからずーっと一番端の席で一人だけ降りなかったらバスガイドと運転手さんがイチャつき出したことがあってつって、その話を誰にもできなかったんですよつって、もったいねー、もったいないね、そんな気づかなくてバスガイドがちょっとクラスでヒーローになるぐらいだよね、その話したら。そうそう、おいでさ、うん、だから旅館とかが分かんないのよ。でバイキングだったの夜飯は。なるほど。で全部俺の真似すんだよ。うん、俺が取るものをそういうもんだと思ってるから、バイキングが25歳にしか分かんないから、はあ、俺が湯葉をたくさん取ったら、うん、湯葉をたくさん取るんですよ。土屋、それ違う、それ、うん、それ、あの、若林のバイキングだから、うん、その若林のバイキングだから、うんうん、自分が取れるのが醍醐味なんだよって言ったら、ね、あ、そうなんですかみたいなこと言って肉とか、うん、結構取り始めて、はいはい、なんかもうそれが楽しいのか、うん、すげえ自分の机の前に並べてるんですよ。初めてだからバイキングが。で、全部同じの真似するからさ、うんうん、あの、風呂に入る時もさ、うん、で、俺が浴衣に着替えて大浴場行くでしょ、うん、それをすごいじーっと見てんね、俺を部屋で。浴衣に着替えてはわかる。そこもわからないんだ、あんまり。で、どうしてたのって聞いたら、うん、修学旅行とか全部部屋についてる風呂入ってて、うん、自分の服着てたんだって。で、誰とも喋るやついないし。はいはい。で、なんかもう、ホモみたいなカップ、ホモカップルみたいになってるから。いや、そうだよね。外から見たら。で、あ、ここで浴衣で着替えるんだ、みたいな。で、俺はほら、前も言ったけど、バレないように、ほっかむりしてね、タオルを。顔刺されないように。土屋もほっかむりして、二人で大浴場まで降りてんでね。ほっかむり二人で。で、ヒノキ風呂入っても俺と全く同じ格好するんですよ。いや、そこはさ、つって。で、その後射的行ったんですよ。鬼怒川の射的。一軒だけあるんですよ、射的の矢が。本当に俺と同じの狙ってたから、ね。それでさ、うん、アイス夜中さ、ネタずーっと作ってて、うん、休みにアイス買いに行ったのよ。うん、自動販売機に、うん。まあまあでアイスお前好きなのかあいつ。俺も買って、うん、ハーゲンダッツですよ。うん、おー、いいやつだ。うん。一下りまでかけたからね。ちょっとしたご褒美で。そう、うん。で、ちょっと休憩にしようつって部屋戻って、うんうんうん、アイスを持って、うん、あの、夏のこう、あの、布団とか引くところがあって、ちょっとさ、うん、旅館ってさ、うん、なんか窓側にさ、ああ、なんか椅子、テーブルと向かい合わせの椅子みたいな、ね。ちっちゃいテーブルと、わかるわかるわかる。あるじゃん。で、ね、俺は、その二人掛けの、ちっちゃいソファーみたいなところに、座って、鬼怒川の川を見ながらアイス食ってたら、ね、10畳ぐらいある部屋ですよ、言って。そしたら、そうするもんだと思ってるから、その二人掛けのソファーの俺の隣に座ってきて。いや、もうほんとゲイのカップ。さすがにゲイだぜ、つって俺言って。完全に。おい、いや、好きなとこでアイス食え、つって。そしたら、自分の机に戻ってたんだから。ちょっと単独ライブのね、うん準備が始まってまして、そうですね。まああと2ヶ月ちょいなんで、4日間5公演やるんで、うん、あれなんですけども、うん、ちょっとタイトルがね、漫才楽しいということになったんですけど、うん、タイトルを決めるときに、うん、こうハードルを下げたいっていうのをずっと言ってたんですよ、僕は。うんうん、で、あの安嶋さんにもね、ほら、これありとか。うん全部潜在意識やっていただいた安嶋さんにもうちょっと相談したりしてさ、うんうん、
でハードル下げたいんですけどみたいな、うんうん、今は漫才楽しいって案になりましたけど、うん、なんか木更あの紀ノ国屋劇場っていうのはほら新宿のさアルタの通りにあるじゃない、うんうんうん、いや俺は木更に出てたでしょ昇格、うん、あそこに木更があるわけですよね、うんうん、あの通りに、うん、で紀ノ国屋の特本屋は、うん、あの劇場は木更から200メートルぐらいですから、うん、まあ当初200メートルというタイトルの案もあったんですよ。あ、そうなんですか。その案も一案としてね。ほー。それありましたよ。200メートルですか。うん。なかなかのもんですね。でね、なるべく単独ライブ感を減らしたりし、だけど、うん、俺らがさ、やっぱおしゃれ、うん、なんかおしゃれじゃないじゃん、俺とお前って。だからその、うん、英語の文字にしたりする人もいるでしょ、その。うんうんうん、ね、うんうん、だからなんかその、二人がなんか英語のような態度で合わないだろ、オードリー。うん、合わない。ね、うん、だから、なんかより、なんかこう、で、あと、漫才、うん、漫才10本みたいなさ、うん、漫才100分ライブとかもさ、うん、で、なんか漢字のさ、うん、ああいう明朝体みたいので書いちゃったらさ、うん、ちょっとハードル上がるじゃない。まあそうだね。ちょっと構えてくるだろうね、お客さんも、ね。そうそうそう、うん。だからなんかこの、なんかその、ちょっとこうハードル下げた、うんうん、ひらがながいいっていうのはずっと言ってて。なるほど。じゃあもう漫才楽しいとか、うん、楽しい漫才なんてどうですかみたいな感じになって、うんうんうん、あ、それいいっすねってなってさ、うんうんうん、で、漫才楽しいと、楽しい漫才どっちにするみたいな話をなんかしてて、うんうん、で、俺も任せちゃって、うん、どっちでもいいですよって言ってたら、うんうんうんそこでも、あじまさんもどっちでもいいんじゃないなんて言っててさ、うん、あの、片山さんっていう、そのプロデュースしてくれる、うん、ほら、うん、お前のあの、うん、学生ヒーローズで出てくれるさ、うん、あの、どっちでもいいんじゃないみたいな話したら、うん、土屋だけが譲らなくてね。へ、う、ぇ、んうん。うん。なんでって聞いたら、うん、その、楽しい漫才だと、みんなが楽しい漫才になるんですよ、と。なるほど。お客さんも含めて。うんうん、でも、漫才楽しいは、うん春日さんと若林さんが心から漫才を楽しんでるように受け取れるんですよ。だから僕はもう漫才楽しいじゃなきゃ嫌です、みたいな。嫌だと。僕はもう嫌だと。で、お前の単独じゃねえんだぞ、って。そうなるわね。そうそう。まあでも確かにそうだね。うん。で、やっぱりこの若さって、若いっていうのはやっぱり、やっぱかわいそうですよ。まあそんな土屋の意見はみんなに無視されてね。まだないか打ち合わせは進んでって、うん、で、まあなんかそのポスターとかなんだかんだ考えてたら、うん、漫才楽しいの方が合うんじゃないかなんつって、うん、漫才楽しいになったよって、うん、土屋に報告したら、やりました、うん、よかったとか言って、ちょっと、そんぐらい楽しい漫才が嫌だったみたいで。ほうほうほうで、結局、ひらがなで、うん、全部、あれで、でね、漫才、うん、句読点楽しいっていう案もあるんじゃないかって夜中思って、うん、あじまさんに夜電話したんですよ。うんうん、漫才点楽しい。日曜の12時半ぐらいに電話したんですよ。うん、したら、まあ、点、まあ、あってもいいしなくてもいいけど、うん、あると意味を生じるから、うん、インタビューとかになった場合、雑誌の、うんうん、聞かれると思うよ、点の意味って言われて。実際結構なんかがっつり答えなきゃいけない感じじゃないなんて、うんうんうん。あとよ、この日曜の12時半に点打つかどうかで電話してくる、この感じあるじゃんって言われて、うん、若林くん多分結婚した方がいいねって言われて。まあ、そっか、常識的な時間じゃないよね。これ明日メールでよかったりするっていうのがあるじゃないっていう。抜けないよね、昔の細のネタ作ってる時期のさ。で確かにと思って反省してさ。そうだね。普通に日曜のその時間は電話する時間じゃないな。で、まあ、点いらねえなと思って。さらにハードルを落とすために漫才楽しいの後にちょっと音符マーク入れるっていうのはどうかなと思ったんだけどね。うん。でもそうするとなんか、うん、なんか、そこはそこでなんかメッセージあるような感じしちゃうから。そうだね。やめようっつって。うん、それでポスターの写真をどうするかなんていう話になってさ、うんうんうん、ライブの。うん最近やっぱおじさんになってくると、うん、結構何でも良くなってくるね。うん。何でも良くなってくるって言うと言い方悪いけどさ、うん、そこまでひどくなければなんて。まあね。まあ思ってたらさ、うんうん、なんか、で、いろんな案がこう出てくる中でさ、うんうん、やっぱおしゃれ似合わないよね、オードリーは。
でメモでそれがあの DVD 化されるとしたら、うん、DVD のパッケージにもなるわけじゃない。そう、ね、その写真がだよ、うん、俺らがその先輩たちのねかっこいい写真あるじゃん、いろんな単独ライブで内容もさ、うん、もちろん面白いし、うん、でおしゃれだしっていうやつで言うとさ、うん、俺らがオープンカフェでさ、うん、コーヒー飲んでる写真ってなんか似合わないよな、うん、なんでだろうな。いやもうダセーからだ我々が顔とかがダサいのかな。ダサい。体型とかも、でもダセーんだよね。体型とかがダサいのかな。いや、ダサいんじゃない？やっぱダサいのか。いや、ダサいよ。それはさ、うん、ダサいよ。我々は。なんかどっか引っかかっちゃってたら嫌だけど、なんか、うん、あるじゃん。ちょっとこう、杖ついてたりさ、うん、なんか対象っぽい、うんうん、ね、うん、イメージで白黒で撮るとかさ、はいはいはい。ちょっとおしゃれな椅子を間に挟んでとかね。そう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 。あれ、うん、あるとか、オープンカフェで、二人お茶飲んでるとか、うん。なんでダメなんだろうな。いや、だからダサいから。我々は。それで、うん、まあ結局、まあじゃあ楽屋とかでね、うん、撮るのがいいんじゃないかって話になって、はいはい、で、俺の唯一のオファーは、うん、ポスターで告知するときに、うん、ザキヤマさんに、うん、おしゃれな写真撮ったねって言われないことだけがラインだったのよ。そのラインで作ってくださいってずっとお願いしててさ。まあいじられるもんね。うん。したらまあ楽屋とかで撮っちゃうのがいいんじゃないなんていう話になって、ほいで、いざ撮影の日になったら、うん、俺一個も結構大きなミスしちゃってさ。ほう。やっぱり、こういう仕事してるとさ、やっぱそれぞれ、大人の男っていうのはめんどくさいプライド持って仕事してるわけじゃん、うん、おのおのが。まあ言い方はちょっと悪いなんかあるじゃん、どっちが立ててどっちが立たないみたいな。まあそうだね、それなりの立場もあるでしょうし、ね、それでさ、うん、カメラマンさんがいて、うん、そのポスターを撮るね、うん、カメラマンさんの頭の中にも構造があるじゃない、うん、こういうポスター、うんうん、それはカメラマンだから、まあこう撮るっていうのはね、そうそうそう、あるでしょう。で、安嶋さんの中にも、うん、多分あると思うんだよね、オードリーってこういうのあるんじゃないか、うん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 、で、まあ、俺がいて、うん、で、俺は結構もう投げちゃってる感じで、うん、すごい信頼してるから、うん、で、現場着いたら、カメラマンさんと俺だけだったのよ、控え室に。ほうほうほう。そしたら、カメラマンさんが、うん、どういう構図で撮りましょうか、みたいな。で、僕はこういう感じがいいと思うんですけど、って言われた時に、うんうん、プライドの問題を忘れてて、うん、安嶋さんがあと30分ぐらいで来るんで、安嶋さん来たら、決めてくれるんじゃないですかって言っちゃったのよ。これ絶対ダメだよね、これ。いや、そうだね。それはカメラマンさんはやっぱりご本人ね。うん。うん。聞きたいってあるしさ。そうそう。多分すごい考えてきてくれてるでしょうしね。その日のために。そうなのよ。うん。でもそれ、プラーって言っちゃって、そんなこと。うんうんうん、うん。で、ああ、そうですか、みたいな空気になっちゃって。うん、すぐやばい、フォローしなきゃと思って。うん、あれ、でも、カメラマンさんのアイデアも、うん、ちょっと僕、先に聞いておきたいんですけど、うん、みたいな言ったら。うん、いや、でも、うん、その、安嶋さん来られたら3人で話しましょうか、みたいになっちゃって。うん、やっちゃったと思ってさ。そうだね。そう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 。うん、まあ、難しいとこですけどね。難しい状況ってあるよな、最近こういうので。何が今で一応話すのが正解なんでしょうな。でしょうね。うん。まあまあまあ、そんなこんなでさ、うん、結局、まあ撮ることになって、うんうんうん、でまあ、まあそれで、なんか、安嶋さんとカメラマンさん大人だからさ、うんうん、お互い意見をこう交わしながらさ、やったりして、うん、で、ただ単に漫才をやってるとこ撮らせてくださいってなってから、何でもいいから漫才やってくださいって言って、うんうん、デートネタをね、うん、やったんですよね。やったね。10回ぐらいやったね、デートネタ。3回目ぐらい、いや、うん、最近デートしたくてね、つったら、春日が、うん、お前それ何年言ってんだよ、つって。いつデートするんだよ。5年ぐらい前からずっと言ってるぞ、つって。うん、なんだお前34になってデートしたいって、7、8年ずっとデートしたいって言ってんな、みたいな。盛り上がっちゃってる、それで。そうね。ついで、まあ、ネタ作りも、最近ほら、うんうん、やってるわけですよ。私も仕事終わった後、うん、夜、うん、ファミレス行って、うんうんうん、ドリンクバーだけ頼んで。
ああ、懐かしいですね。深夜のファミレスってもうヤバいやつだらけだね、やっぱりね。そんなこともないでしょ。いや、ヤバいやつだけだ、トイレでずーっと手洗ってる人とかさ、やっぱいるしさ。ああ、そう。で、なんかずっとネタ作っててさ、うん、先週も言ったけどさ、うん、どうしてもズレ漫才になっちゃうんだよね。聞きます、そうだね。で、数が長ゼリフ得意じゃないか、短い方が発揮するでしょ、うんうん、それで、なんかこう自分で進行していくタイプじゃないから、うん、話に入ってくるパターンが得意だなと思って、うんうん、で俺はなんかずっとダラダラしのごの LINE に沿って喋ってると、うん、あーズレ漫才だなってズレ漫才になるのよ、うん、で逆に、うん、でそれで山ちゃんとかがなんか、うん、あの年末にやったさ、うん、金縛りにあって春日が部屋でめちゃくちゃやるっていうネタがあったじゃない、まあ、リスナーの人を見てくれてる人いるかもしれないけど、あれ結構進化してる、うん、進化してるって言ってくれてたのよ山ちゃんは、うん、でもさ、うん、あれはさすごい細かく見ればさ、うん、その漫才コントやったことないことをやっただけであって、うんうんうん、別にその漫才のレベルからしたら退化してるじゃない、ズレ漫才よりは、うん、まあある形で、ね、ある形じゃないですか、うん、でそれはその我々ができなかっただけの話で、そうね、そうそうそう、それがまあできるようになったと、ね、でもだから見る人にとって新しいから進化と言われて、うん、まあしめしめとは思ってたんだけど、うん、でもこれ逆にズレ漫才になっちゃうな、うん、どう考えてもって作ってて、うん、逆に、うん、ファーストフードの、うん、客と店員みたいなのがっちりやったらどうなんのかな、うん、みたいな。なるほどね。春日が店員で俺が客でみたいな。だからもう避けてきたとこですよね。そう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 。で、ちょっと書いてみようかなと思って書いてさ。で、自分でさ、うん、なんか春日がさ、うん、こう後ろ髪をこう切ってさ、うん、こちらの後ろ髪を、出来上がり次第お呼びしますので、つって、うん、後ろ髪切って。あ、番号札みたいな。こちらの襟足を持ってお待ちください、みたいな、うんうん。番号札じゃないの?みたいのをノートに書いて。うん、あ、ダメだ、このネタと思って。確かに。ダメだ、ちょっと。恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。これもうなんか、どうやってズレ漫才じゃないものを、心が悩んでんだよね。難しいですね。頑張って。いや、こないださ、それこそ土屋高之っていうね、うん、このラジオでハガキ職人っていうか、うん、でまあ上京してハガキ職人見習い25歳やついて、うん、詳しく作家見習い、作家見習い、ハガキ職人見習いだとまだ、ね、うん、家にいるだけのやつだもんね。ハガキ職人はまあ慣れるっちゃ慣れるから、打者はもうハガキ職人だからね、あまあね、そうだ、うん、25歳なんだけど、うん、まあ、勉強のためにこのラジオと見に来てんだけどさ、うん、情報番組とかも多いじゃない、うん、最近。だから、うん、その、うん、情報とかのこともちゃんと番組も録画して見て、うん、いろんなこと知っとけよ、みたいなことを、俺が、うん、まあ、上京して半年ぐらい経つけど言うんですよ。うんうん、そうするとあいつはなんか、はいみたいな生返事だ、うん、俺も生返事だなっていうのをうすうす気づいてたんですけど、うん、なんかどうもおかしいなと思って、うん、なんかどうしてくのみたいな話になったら、うんうん、どうもね、うん、まあ、やりたくないみたいなんだよね。何をやりたくない、だからどう思ってんのって聞いたら、結局、うんうん、岡本太郎とか、うん、太宰治とか、うん、が好きなわけですよって口割り始めて、うんうんうん、そんな僕が、うん、みんなが今何を食べたいかとか、うんうん、パンケーキのこととか、うん、調べられないっすってついに言ったんだ。なるほど。で、じゃあどうすんの、飯食えないじゃんっつったら、うんうんうん、誰か僕を使っ一緒にネタ書いてくれる芸人さんと、うん、ネタを書きながら、うんうん、バイトして、うん、朽ち果てていこうと思ってますって言うんですよ。それゴールが朽ち果てるだろ。ゴールが毎回朽ち果てるだろ。いや、それで飯を食うとかじゃないんだ。朽ち果てるのがゴールなんだ。変わった男だね、相変わらず。やっぱり、うん、どうなんだろう。で、俺はどう言ってあげればいいんだろうと思って。うん、なんて、でもそれなんか言うわけでしょ、若林さんは。いや、あんまり、うん、
大きな声で俺も何言ってんだお前と、うんうん、そんないろんな人と飲みに行って、うん、情報も勉強して、うん、いろんなことを吸収しろよって、うん、言えない部分もあるじゃん、うん、まあまあね、お前が決めればいいじゃんっていうのもあるし、まああんまりそんな、まあ、指図するっていうねあれでもないわ。でも面と向かってさ、うん、笑いだけやってたいって言われたらさ、25歳の青年に、うん、俺も煽り食らっちゃってさ、うん、うんなんつって言っちゃって、いやそれまずいね、なんて言った方がよかったのかな。まあでもまああんま言うのもそういうさ、うん、まあ若さもあるしさ、うん、いろいろわからない部分もあるわけじゃない、うん、だったらもうその人見知り大学読んだのかってやっぱ言いたいよね。どういうことよ。いや若林さん著書をさ、うん、そこにもう全てが書いてあるわけじゃないですか。なんていろいろそういうね、うん、それはもう若林さんと似てるところあるからね。土屋が、うんうん、まあね、そうでしょ、その25、自分の25とかの時をさ、うん、思い返したらさ、うん、言ってる意味はまあ分かるわけじゃないですか。そうだな、うん、うん、それが今こうやってね、うん、その今の34歳のその若林さんに、うん、いかにしてなったのかっていうのがさ、うんうんうん、全てと書かれてるわけでしょ。まあいつは読んだ上でやりたくねえって言ってるからさ、うん、ダメだなじゃん。あ、そう、うん。ああ、それはもう言い当てるしかないな。やりたくなかったらダメなんだよ、やっぱり。それってもう。でも必要なことはだんだん分かってくるわけじゃない。年齢を重ねたらさ。やりたくはないけれど。だから、30ぐらいの時に、詫び入れて、うん、一からやり直させてくださいってパターンはあると思うよ、十分。そうだね。俺がほぼそうだからね。そうだ。徐々に徐々にね、うんうん、そう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 、うん、やりたいやりたくないじゃなくて必要か、うん、そうじゃないかみたいな感じになってくる。あとまあ生活していく上で、まあそうね、やっぱ芸人のネタ書いていくだけじゃ食えないじゃない、だって、うん、正直そう、ね、システム上さ、そうだから芸人のネタを書くためにはこっちもやんなきゃいけないみたいな、うん、ところがあるわけでしょ、うんうん、そういうのはだんだんそう分かってくるんじゃないですか。なのかな、うんうんうん、難しいなと思って、どう言えばいいのか、確かにね、うんうん、うん、朽ち果てるぞ、でも朽ち果てるのがゴールだから。朽ち果てるぞがもうそのね説得の文句にならないっていうのはすごいよね。いやそうだよね、うん、食っていけなくていいんだもん、食えていけなくてだよ、ね、恐ろしい男ですよ。それでいいんだから、だってそうだよね、売れたいんだったらやれっていうさことは言えないわけじゃないですか。いやそうなんだよ、うん、あとなんか本人がやる気がないと無理じゃんこればっかりは、うん、そうだね、俺別にさ、うん、俺が囲ってるわけでもないからね正直、うん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 、できることは限られてるよっていうのを最初に言ってあるし、うん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 、で、うん、お前ラジオで喋るぞとこの話をつったら、うん、いいって言うんだから、うん、もう腹くぐっちゃってんだからさ。恐ろしい、恐ろしい、恐ろしいね、うん。いやもうそうだね、もう成り行きを見守るしかないよね、うん、どうなっていくのかっていう。そうか、そうそう、楽しい、でも楽しみだね、その5年30になった時どう今のままなのか。でもさ、本当にさ、34でさ、うん、おじさんなわけじゃん、俺らなんてさ、うん。やっぱ言うもんね、その単独が近いからさ、うん、なんかこう、単独のなんかいろいろ打ち合わせでさ、うん、こう、いつもお仕事してくれるスタッフさんなんかが入ってくれててさ、うんうんうん、なんかこう、打ち合わせに土屋も座ってる時にさ、うんうんうん、なんか、なんか、全然笑顔じゃないじゃん、まず。まあまあそうだね。でなんか俺がそうだって、で、うん、俺が言われるのすごい嫌だったのに、やっぱ思うね、うん、おじさんになると。うん。何なんだこいつと思って。挨拶しろよと思って。まあそうだね、一つも気になっちゃうからね。そういう人が一人いると。二人でいるときは平気なんだよ、うん。俺やっぱなくて、うん、あいつ10個下だけど、うん、結構っていうかすごい言ってくんのよ、うんうん。これとこれの設定どっちがいいとか、このボケとこのボケどっちがいいとか、うんうん、こっちっすねみたいな、うんうん。で、この設定もあるけど、この設定もあるよなとか言ったら、うん、いやー、
とか言うからね、うん、でその時は嫌じゃねえよとは思わないんだけど、うん、もし、うん、そうそういつも俺が仕事してくれるスタッフさんと鉢、うんうん、合わせの時に、うん、俺のより年上であるスタッフさんが、うん、こういうのもあるよねって言った時、うん、いやーって言ったら俺は許さないまあそうだね、うん、だから日頃からその若林さんが言ってかなきゃいけないんじゃない。いやだから、うん、俺がちゃんとしてないからってなるもんな、あいつがなんかムッとさせたら。いやそうだ、多分もうムッとさせてると思うんだけど何人かお前とかどう、平気。私も話を聞いてるからね。ああ俺から、ね、そうそうそう、うん、でそこでなんかすごいニコニコしてたら逆になんかちょっといいいいよいいよっていうかね、がん、うん、と思う。里光がチラチラ見てる時あるな4人で話してる時単独の話してる時気になるのかな。だから俺がこうだよねみたいな時、いやーとか土屋が言ってる時、うん、大丈夫なのかなみたいなチラチラ里光が見てる瞬間は稽古場であるよ。ああそう、うん、でもあそこまで、うん、でもやっぱ自負があるみたいね。600何本設定のストックがあるっつってたもん、ね、誰がやるでもないネタのストックが。なるほど、うん、600何本あるっつったから、ね、あ、じゃあ情報番組見なくていいわそれはもうそんなやついらなかったんじゃない。だってえ新しいパターンになるかもしんないよ。でもさ今さ、うん、どうテレビに入んなかったら飯食えないでしょね、うん、ライブだけじゃね。ライブってほら、うん、お金稼ぐためにやるもんじゃないからね、正直。ああ、まあそうか。うん。なんでわかんでもさ、脚本家とかになっていくかもしれないよ、でも。脚本家。そう、劇なコメディみたいなさ、お笑いの舞台の。ああ。そういうのとかでもどうなんだろう、そういう人たちも食べられないのかな。脚本家ね。うん、でも話してたら6分ぐらいのネタ作るのが一番楽しいらしいよ、人生で。なるほどじゃあ劇じゃないな。うん、ああだよな。そう、まあまあまあちょっとそんなこと考えててさ、うん、うん、なるほどね。うん、なんかそういう立場になってくるんだ俺らも。まあ単独ライブが1ヶ月後ぐらいか。ああ、もうちょうどそのぐらいですな。そうそう。うん、に、まあ、なりましてね。へい。まあ、ネタで苦戦してるんですよ、相変わらず。うんうんうん、で、まあ、苦戦してる中ね、うん、僕の右腕のね、土屋隆之が、大阪に帰っちゃったんですよね。うん、おい、どうしたんだよ。うん。なんだよ。大阪に帰っちゃったんですよ。なんでよ。土屋聞いてくれてるかなラジオ。何一回ちょっと帰るみたいな、うん、なんて来たかな。ちょっと待ってね。どういうこと、何か。今ちょっと、なんて、帰った時になんて LINE で来たか見てみるね、もう一回。帰ったって何、そのなんか忘れ物に行ったとかそういうことですか。あ、ここだ。うん。一度大阪に帰ります。うん、本当にすみませんって言って。これは、何、長期にわたるやつじゃないか。うん。ちょっと帰るじゃないじゃない。うん。まあ、で、彼は悩んでたんですよ。うん、実は。おうほう、な、なに？ネタは、ネタ一緒に書いてるときは、もう何も申し分なく、うん、ここまで、こんな感じのことなんだけど、っていうことを、うんうん、同じ風に思ってくれる人は、いるのかっていうぐらい、うんうん、思ってくれるぐらいのやつで、うん、非常にありがたかったんですけども、うんうん、助かってたんですけども、うん、なんかね、こう、他の会議とかに連れて行くじゃない。はいはい。そうすると、こう、なかなかこう喋れなくて、おうおうおう、で、三人以上になると喋れなくなっちゃうっていうの、うん、で、ざっくり言うとなんで大阪に帰ったかっていうと、うん、会議で喋れないからなんですけど。いや、それもしょうがない、最初のうちは。だってまだいくつよ。25でしょ、うんうん、普通あんま喋れないです、大人の会議で。そうなんです、うん、で、まあ一回帰ると、うん、で、本当にすみませんって来たのが帰って、はいはいはい、でも単独はには戻ってこいよと、うん、いつでも戻ってこれるようにしとくからなっつって、はいはいはい、俺も送ったんだけど、うんうん、なんか本当にすみませんみたいな、うんうん、頑張りますみたいな、うんうん、感じだったんだけど、うんうん、やっぱなかなかうん、人とのコミュニケーションだよね、やっぱり。まあ、そうだよね。まあ、そんな中ね、うん、スカパーからちょうど土屋が帰った日ぐらいかな。
大阪に、うん、今ちょっと大阪で休養中ですよ、つつやも。もう東京に揉まれて7ヶ月だから、いろいろあったんでしょ、彼も。まあ、戦ったんでしょうよ、うん。彼は必ず戻ってくると私は信じたいよ。おう、うん、まあ、信じるしかないよ、ね。私は信じるよ、うん。で、彼が大阪に帰ると入れ違いでスカパーからね、うん、こんな企画書が届きましてね。何よ。スカパーのある番組からね、土屋孝之さんに密着したいと。え？何だ？どういうこと？土屋孝之さん、このラジオ聞いてるしかないよね、絶対。まあ、そうだ。このラジオでしか話してないもんね。うん、そうそうそう、うん。で、その企画書を見てて、ちょっと、いや、いかがなものかって思っちゃったのが、何その別に土屋はね、バイトはちゃんとやってましたから、うん、引きこもりじゃないんですよ。まあ、そうやって出てきてるしね、大阪から。そうそう。うん、だから、その、コミュニケーションのできない、うん、コミュニケーションができない25歳の青年が、いかにして、うん、業界に溶け込もうとしてるのかに密着したく思いますっていう企画が来て。すごい番組だね、それ。で、一人でネタを書いてるところ、うん、会議に参加してるところ、うん、そして若林さんと一緒にいるところ、うん、っていうのをもうずっと密着したい。うんうんうん、ただ、その企画書届いたのは大阪に帰った時だったんですよ。あ入れ違いか。入れ違いで。難しいなぁ。ね、うん。うん。そうか。そう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 。うん。ちょっとできないか。うん。できないんですよね。うん、なるほどね。まあ、で、そうね、ここのところは一人でパソコンに向かって喋り相手もいなく、うん、ネタを考えては浮かばないっていう日々でございますけれどもね。うんうん、やっぱりこの漫才、ネタ考えてるとさ、おうおう、そっちの頭になってってさ、おうおう、なってくんじゃない、うんうん、でやっぱり漫才とかネタっていうのはあれだね、反社会的なもんだね、やっぱりね。おう、うん、って思わない？まあまあそうだよね。なんか例えばよ、結婚式のネタをやるのはさ、うん、結婚式なんてなんじゃいって思ってるからやっぱり書くわけじゃない？まあ、そう、ずれたことをね。そうそうそう。しようとしますからね。っていう、なんかこの、上げ足取り的な目線とか、斜めで見るっていうのが、まあ、あったりするからさ。それで何かないかな、何かないかなと探すからさ。それで、明け方まで書いて浮かばずに次の仕事行くとさ、その次のロケのやり方がよくわかんなくなってんだよね。もう動物くんの動物のロケしてても、うん、もうその動物に対する悪態しか浮かんでこないの、ワードが。何かないから、もうその、取り組む角度がちょっとおかしくなってくる。おかしく、なんか世の中の見方がさ、あれも意味ない、あれも意味ない、あれもクソだ、あれもなくてもいいっつって。うん。うん、なるほど、ね。ここでコーヒー飲んでるやつや全員頭おかしいとか、もうそんな頭ない。そんな本当はね、みんながみんなそんな極端じゃないけど、なんかそっちの角度がついちゃうんだよね。なるほどね。そうそう。ね、だからね、カバがいて、うん、飼育員さんが寄っていくと、カバがカーってこう口開けるわけ、はいはい、パカーっと、うん。でも俺たちが寄っててもカバ口開けないのよ。だからさ、うん、瞬時にさ、うん、メリットのある人しか口開けないんすねってもう言っちゃってんの、気づいたら。そしたらもう、ショコタンがなんてこと言うのっていう顔してるわけじゃないですか。まあそうだよね。そこはもう開けねえんだでいいからね、別にね。開けてよとか。開けてよとかね。で、かわいいですね、ちっちゃいカバが、なんて、うん、言やいいものをさ、ね、メリットのあるしか人間はしか開けないですね、とかさ。うん、で、その、ゾウがさ、餌食べるときもさ、うん、鼻でね、うん、2頭ゾウがいいんだけど、うん、片方のゾウを鼻で一回、バチーンって叩いてから、うん、餌を食べるんですよ。だから結構、まあ、競争だからね。あれ結構あるじゃん、うん、動物のロケやってた、まあまあ、決まってんだよね、順位が。そうだね。で、こっちの方のここから先に上げなきゃいけないとかね、うん、いろいろあるんだよね。うんうん、動物だからな、そうそう、それはね。うん。ありますよ。そうそう。うん、だからなんかその MC とひな壇ですねみたいななんかよくわかんないこと言っちゃってなんか言っても MC はペアチン叩かないひな壇の芸人よ急にいや見えない鼻でやってると思うよお前出るなみたいなちょっとお前違うお前出てくるみたいなやってるまあ、やってるっちゃやってんだろうななんかそんなことばっかり考えちゃうから、うんいや、そうだよな、ここで美味しいって言うんだよな、とか、うん、なんか思いながら、なんか食べたやるようになっちゃうね。なるほどね、うん。一回ネタをちゃんと作って出来上がってからじゃないと、リセットされないわけだ。のかなぁ。意識が。
そうなんだよね。うん。そういうもんかね。いやいや、まあ、うん、それで、まあ、ネタ作って、ネタ作りの仕方もだいぶ変わったな、と思ってさ。あ、そう。うん、まず稽古場なんかずっと俺らよくね、使ってたけど、稽古場があるんですよ、K ダッシュステージのね、うんうんうん。で、車で行きますからね、今ね、やっぱりね。車で。そうね、うん、で、2400円の、最大2400円の駐車場止めてさ。はぁ偉そうに。で、昔とさ、ネタ作り変わったなと思ったら、昔なんか紙にね、うん、俺パソコンで一文字一文字打つのも嫌だし、うん、春日のために一文字一文字、原稿用紙に書くなんてもうありえなかったですから、そんなこと。うん、もうブロックだけ何々の下り、何々の下りだけ書いてパッと渡して、あとは稽古で覚えんかいっていう。うん、で、春日さんはけなげに IC レコーダーで録音して、うん、一生懸命それを文字に起こして覚えてたんですよ、うん、だけど今はほら俺 MacBook Air でさそうだご購入いただいたやつねもうネタをこう書いてさ、うん、ねパチ、うん、で MacBook Air にネタを書くと同時に俺の iPhone と iPad に同期されるわけですよそれがああそうかなんだクラウドね、うんうん、クラウドシステムだなクラウドシステム、うん、ねそうで、それで、まぁ、ちょっとそこイラッとすんだけど、うん、里光とね、春日にそれのメールで原稿を送るわけですよ、プーンと。うん、ね、うん、で、それで俺は iPad の方に同期されてる台本をね、うん、稽古場の譜面台に立てながらね、うん、こう、スライドしながらネタの稽古をするっていう。うん、で、それをね、また、iPhone で録音して、うん、それを聞きながら直すのをまた MacBook Air で映って。だからこれネタが滑ったらスティーブ・ジョブスのせいだなって俺思ってんだけど。何かしら粗品を送ってもらいたいよね。滑ったら。iPad で映像を撮ってね、それで見返してここいらないなってパソコンで打つっていう。うんうんうん、もうほんとすごいよね。いや、そういえばそうだね。そう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 。考えてみたら。いや、すごい。ちょっと前じゃ考えられないよね。でも、春日はパソコン、春日だけパソコンもその iPad も持ってないから。うん、まあ、来るわけですよ。だから春日だけ携帯の画面で見るんですよね、メールを、うん。で、携帯の画面は文字を出す範囲が狭いから、うん、こいつのスライドを待つ時間がイライラするんですよ、稽古してて。うん、しょうがないよ。iPad は画面でかいから、こう、何回かのスライドで5分の漫才いけんだけど、いちいち指でこう、だから指でこうするから台本見ないでやるとちょっと胸張んなきゃいけないのに、ちょっと猫背になってるんですよ。スライドスライド。持ってないからね。画面が消えたなみたいな、またパスワード打って開いて、で、スライドして、ちょっと待ってくださいっつって。うん、iPad 買えやと思って。いやいやいや、まあね。それご迷惑おかけしてます。まだ不満があってね。うん、稽古場のね、うん、パイプ椅子。稽古場にはパイプ椅子があるんですけどね。あるね。パイプ椅子の座る位置が全部滑り台上に斜めになってんすよ。そうね、椅子。斜めになってんすよ。もう、長く使ってるからなんだろうね。オードリーマネーで買えないか。うん、パイプ椅子ぐらい。そう。座る部分がさ、こう、斜めにな、そうなんだよ。あるでしょ、オードリーマネー、ハイハイマネー、ハマカンマネーが。うん。入ってきてるでしょうよ。斜め、ね、斜め。斜めに、あれ、な、ずりずり、ずりずり。座り椅子、使いすぎてんだろうね、だからね。使いすぎてるんじゃないよ、お前も。それでね、うん、全部斜めになってんだけどね。うん、一つだけあるんですよ、うん。こういうチェアのクッションがふわふわで、うん、このタイヤが足についてて、うん、こう背もたれがある、うん、しっかり肘掛けもついてる椅子になぜか春日が座ってるんですよ。うん、いいじゃない、別に。そこにあるんだから、その椅子が。それで、まあ、うん、それであとハイテクになったのが LINE のグループ。LINE グループ漫才楽しいね。うん、ひらがなでね。あれで、でも、あれも俺がグループ作って、うん、漫才楽しいのグループを俺が作り、うん、俺が、カスが、つまり T だよ、T。これもう、検索してください、皆さん、T で。やめろやめろ。T と佐藤光春の LINE に明日何時稽古場ですって俺が送り、うん、で、里光はすぐ返事するけど、T からの返事が全然来ず。椅子には座られ。うん、えー、たまったもんじゃないんだよ。来るね。うん、若さんから来るもんね。若さんから来るんだろ、お前。若さんって、なんか何似顔絵みたいなやつ。写真の似顔絵みたいなあれは、うん、俺がひまわりで、うん、映画の舞台挨拶行った時に、うん、映画館の女の子が描いてくれた俺の似顔絵だよ。それがその、なんていうの、自己紹介の写真になって。なんだこの絵とか言って。
若さんから招待を来てさ。まあ、何から何、うん、で、ソフトクリームを里水におごってさ。もう、え？もうそれはいいじゃないです。それで車で行ってるわけだよ。うん、で、今日も稽古場からここ来たけど。うんうん、ねえ、うん、あの、里水は乗っけるけどね。うん、春日を絶対乗っけないよ。乗っけてちょうよ。山手線でここまで来たんですよ。乗れんじゃないか、私だって。そこだけはもう絶対乗っけない。結構遠いんだ、稽古場から行くまで。あれどうなの、乗りたいのお前。それは乗りたいよ。言ってこないじゃない。でもなんか言うのもさ。いや俺だって言うのもさ。だじゃあもう里光だな。里光があれ。でも金取るよ。ええー。お前が乗るんだったら。おいくら、稽古場からここまでとおいくらよ。まあ稽古場からここまでの距離だとそうだね、2400円。いや高いタクシー何も変わんないじゃんそんなの。いやいやもうそういうつもりで乗ってほしい。いやもうじゃあ言うしたら山手できますよ。オールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。この番組はクレ工業、創価大学以上各社の協賛で東京中田区有楽町の日本放送キアステーションに全国36局なっとお送り。エンディングですけどもね、こんなメールが来てまして、ラジオネームシャケユッコさんです、うん、オードリーさんのラジオを聞いて土屋さんの話が出た時に、朝から大喜利を自分で考えて自分で解いていくと話されていたのを聞いて、うん、なんてかっこいい人なんだと思いました。人生の唯一の楽しみがオードリーさんのオールナイトニッポンを聞いている時だったのですが、今は勝手に僕の目標としていつか土屋さんと一緒に仕事をしたいなと思って映像や音響の専門学校に通ってます。土屋さんは僕にとって目標でありスターです。諦めないで頑張ってください。応援してます。すげー、はい、土屋を目指してる人がいるんだね。あ、そうですね。あ、そういう人もいるのか。まあでも、うん、僕がラジオで話してるのは触りの部分だけで、うん、私はあのほぼ毎日一緒にいて、あいつの悩みとかも聞いてますから、うん、勝手なことをはやっぱ言われるとね、うん、それは違いますよって言っていかなきゃいけない部分もあるんですけどもね、うん、まあ両面ありますよ、人間っていうのは。まあでも彼はね、ラジオ聞いてて、うん、目標になってるって。まあ両面ありますけどね。まあそうだけどもね、陰、うん、と陽、光と闇、うん、全てのものにありますけどね、うん、うん、まあまあでも頑張って、まあ、でも頑張ってね、戻ってきてもらいたいじゃないですか。まあ、もう俺はもういつでも待って、うん、いつでも受け入れる用意はできてるからなって言ってるんだけどね、うん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 、そしたらまあね、うん、まあ、帰ってきてくれるんじゃないですか。まあそうですね、帰ってきたければ帰ってくればいいしっていう、なるほどね、うん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 、そこはお前が決めろと。最後までそんな手貸してやれないからね。確かにな、うん、それはそうですよ、うん、なるほどね。まあそれでゴンちゃんのツイッターの話になるんですけど、ここからどうした。ゴンちゃんがですね、うん、ビゲン買おうってツイートしてるんですよ。さっき白髪のあれが出てたんで、ついにちょっとゴンちゃんもね、うん、P だか JT のところありましたよね。そうで、今あの漫才形変えて結構自虐漫才みたいになって、うん、あんま受けないんですって、うん、ただズレ漫才もそうでしたよねって言われてね、うん、一緒にすんじゃねえよって言っちゃいました。いやいいじゃないそこは。そうだよって言ったらさ、頑張れ、まあ、両面あるからね、いろんなものには。まあ、TCD のね、自分を手に入れてほしいですよ、ゴンちゃんに。どういうことですか。 TCD です。 TCD って何。等身大ですよ。難しいピーダカ JT からね。ということで、オードリー若林でした。おやすみ、ピーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。土屋隆之が大阪に帰っちゃったんですよね。うわ、おい、どうしたんだよ。一度大阪に帰ります、本当にすみませんって。うわ。まあね、彼は悩んでたんですよ実は。ネタ一緒に書いてる時はもう何も申し分なく、ここまでこんな感じのことなんだけどっていうことを同じ風に思ってくれる人はいるのかっていうぐらい非常にありがたかったんですけども、助かってたんですけども、単独はには戻ってこいよと、いつでも戻ってこれるようにしとくからなっつって、はいはいはい、俺も送ったんだけど、土屋聞いてくれてるかなラジオ。我々オードリー、この間初めて大阪の読売テレビに行ったんですよね。うんうん、そうね。うん。初めて出たことなくて、今まで、うん。大阪のスタジオというか、
で、収録するのがもう何年ぶりだろうね。昔トミーズさんの、うん、なんか料理の。料理の番組出て以来じゃない？いいんだ、出してもらったね。あれ、M1 の前？いやいや、あと。M1 の後あれ？あとじゃないかね。あ、そう。クールポコかなんかと一緒に出た。斜め45度さんとクールポコと一緒に出たんじゃなかったっけ、うん、あ、斜めもいたっけ？ネタやったよね。ネタやった。うん。だから俺2008年じゃないの、もしかして。2009年になってた、あれ。か。いや、でも何回か呼ばれてんだよね。あ、その番組に。その番組2回くらい、いや、1回かな。んで、マサさんにさ、うん、ここ叩くのやめた方がいいって言われたらね、カスガの米髪をね。そうそう。うん、ずらした方がいいよ、みたいなことを言っていただいて。うん、うん、うん、うん。あ、じゃあ 2008M1 の前か。のような気がするんだけどな。レッドカーペットのあれで出たのかもね、芸人みたいな、ね。かもしんないよね。ああ、そうか。その後にもう一回行ったのかもしんないけどね。うん、一回しまったけど。単体で、まあ。とかね、まあ、あとなんか漫才の番組とか出しまったことあ、ね。ああ、あった、ね。あれだから読売テレビじゃん、あの、USJ？ うんうんうん。USJ のところのスタジオ。いった。MBS なのかな、なんだろう。じゃああれ、もう5年、MBS、5年ぐらい前じゃないの。あれで行ってネタをやったよね。やった。で、ね、ネタだけやって。あとあれもやった。あれも行ったやわ。チュートリアルさんのコントの番組も大阪で出たわ。あれも5年ぐらい前じゃないの。あれも出た。ああ、大阪だよ。で、俺はあの芸人交換日記の大阪の公演で2年半前に行って、それ以来なのよ、大阪は。なるほど。うん。で、読売テレビ初めてで、うん、あれ不思議だよな。大阪のテレビ局ってなんで必ずあの飲み物頼ませてくれんだろうな。あれはね、ほんと不思議な。私もずっと思っててさ、うん、どこの局もそうじゃない。そう、スタッフさんが来て、うん、お飲み物って聞かれて、なんかミックスジュースとか言ったら、うん、コップに入ったの、その喫茶店みたいのがあって、そうそう、だからここで言うとあの4階あそこ6階のカフェみたいになってるのの、そうそう、そこが持ってきてくれるみたいな感じだよね、多分。そうね、その話をちょっとしたじゃない、なんか、向こうの取材みたいなの受けてね、うん、雑誌の、うんうん。で、あれは不思議な、大阪のなんか、東京と違うことはありますか、うん、聞かれて、うん、それ言ったら、皆さんがね、皆さんが、うん、東京じゃないですか、うん。で、コップに必ずラップがしてあるんだよね。そう。サランラップが。あれ何なんだろうね。ラップがしてストローが刺ってんのよ。そうそうそう、びっくりだよな。あれだから、大阪の文化なのかもね。ねえ。それで、スタッフさんが元気ね。もうリハでものすごいスタッフさんが仮に座ってるのよ、ゲストの席に。まあ、ボケるもんね。もう、本番の春日よりボケるもんね。すごいよ。何回かそのボケ言ってやろうかと思ったもんね、収録中に。スタッフさんのボケをね。さも自分のボケのかのように言ってやろうと思ったら何度もあったよ。すごくてさ、うん、で、あとね、びっくりしたのは、収録がね、2時間15分って書いてあったのよ。で、あれ？この番組2時間じゃなくて1時間の番組なの？と思って、1時間の番組なんだったっけなぁとか思って、台本とかこう、いろいろ見てたの、うん。この番組って1時間っすか？つって聞いたら、いや、2時間だよって言われて、うん、2時間15分で2時間の番組収録するんすか？って言ったら、うんうん、いや、だいたいそのぐらいだよって言われて、マジっすか？であれが、一番驚いたね、俺。うん、2時間の番組って、絶対4時間は撮るからね。まあ、下したら4時間半撮るから。東京なら、まあ最低でも倍ですよね。最低でも倍って考えたんだよな。オンエアの時間の倍、収録時間は。ねえ。うん。すごいよね。うん。黄金伝説は3時間撮るからね、1時間の時でもね。そうね。って時もあるから。うん。倍以上だな。倍以上の。うん。びっくりして、俺。うん、もう本当に、ほぼ生っていう感覚でやんなきゃいけないから、ちょっと緊張しちゃってね。うん、いや、で、タン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 と撮ってく。だから、うん、結構こう、話を全員に振ろうかなっていう時も、なんか、もう次に行くって感じの、撮り方で、うんうんうん、それも結構驚いて、ね。一つなんか盛り上がりがあったら次みたいな感じだもんね。うん、で、山ちゃんに聞いたら、そうだね、って言ってた。へぇ、うん、やっぱそうなんだ。そうなんだって。だから、もう多くても2時間の番組だったら2時間半とか、うん、1時間の番組だったら1時間15分か1時間半とかで撮ってるみたい。はあ、じゃああんまりこのいろいろ無駄に回さない感じなんだね。そう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 。ほいで、夜、うん、
泊まることになったんだけど、うん、まあ一人ですよ、うん、でちょっとその日のてっぺんまでに、うん、送らなきゃいけないものがあって、それの宿題が終わったんですよ私送って、うん、でこのまま寝るのもいいんだけど、せっかく大阪でもうなかなかないだろうから、うん、楽しみたいなと思って、うん、でとりあえずその、うん、レンタカー借りようと思って。ええー、そう、夜中の12時過ぎから。そうそう。で、まあ、友達もいるんで、大阪に。うん、友達とも会おうかなとか思って。まあ、何も決めないで、レンタカー借りに行って。うんうん、で、レンタカーを借りてね、こう、うんうん、K を。まあ、私ピンクじゃなかったですけども。違った。違いましたけど、シルバーでしたけども。うん。で、まあ、お気になんつって、行って。若林さんか？うん、そうです。はい。ああ、もうじゃあもう完全に楽しんでるね。そうよ。だからレンタカー借りる場所から、車がずらーって並んでるとこまで距離があるから、うん、俺ロケバスみたいのに一人で乗って深夜移動したんだから、レンタカー屋さんの店員さんと。あ、そんなシステムなんだ。そう。それで、うん、車乗って、まあ普段とは勝手が違うじゃない。うん、だから iPhone の、iPhone の曲流せるようなやり方とか一通り聞いてさ、うん、で、楽しんでってくださいなんて言ってくれちゃって、うん、なんかスタートして、まあ行くあてもなくですけど、うん、で、まあミュージックは私の iPhone に入ってるもので、やっぱり大阪ってことで、やっぱり、ウルフルズ。うん、A 年を流したわけですよね。大阪って言ったらウルフルズだよね。何もせんでも A 年って。いいじゃん。うんうん、で、A 年っていうのを僕がもうウルフルズずーっと流して。で、何か見たいなと思って、アベノハルカスってあれ、よくテレビであれ見てみたいなと思って。はい、できたばっかりの。うん、実際さ、見たらもうだいぶ遠くからもう本当に、もうなんつうの、塔の高い高いビルよね。へぇ、うん。それで、大きな道路で、自撮りですよ。アベノハルカスをバックに自分でこう写って。ああ、写真撮って。誰に送るでもないのが寂しいんだけど、写真撮って。うんうん、ちょっと真下まで行ってみようと思って、真下まで行ったらもう、ビル高すぎて何にもよくわかんないんだけど、下で見上げちゃったりなんかして。高いな、なんつって、うん。で、その辺をちょっと深夜も1時ぐらいだけど、うろちょろして、ちょっと不審がられて警備員に。全部閉まってるからね。うん。で、まあ、道頓堀の、グリコフの。ああ、いわゆる大阪ね、うん。ロケでは行ったことあるんだけど、うんうん、プライベートで行ったことないから、グリコのとこ行ってね、うん。グリコと同じポーズ撮って、でも、片手は携帯で自撮りだから、左の手しか入んないけど、自撮りでグリコの入ってるから3枚ぐらい撮って。うん、楽しんでるじゃない。うん、で、バレないようにね、自分だっていうのをね、うんうん、怖いから。で、その、グリコのマーク撮って。で、まあ、大阪の友達がいるんで、友達を迎えに行って、まあ、ちょっとドライブでもしようかなと思って、天王寺っていうところまで行って、まあ、友達が住んでるところ初めて行くんですけど、僕は。もう巨大な団地ね。で、真っ暗。もう巨大な団地、もう、どのぐらい建物自体が並んでるかわかんないけど、10以上あったかもしれない。巨大な団地に住んでて。で、川沿いでこう車止めて、着いたからね、ナビに住所設定して、着いたよって送って、で、待つこと5分ぐらいですね、たっ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 たと友達が、走ってくる音して、来たかなと思ってサイドミラーみたいな、土屋が映ってるわけですよね、サイドミラーに。土屋かい、友達って。土屋隆之が。お久しぶりです。リトルトゥース、まあ最近になった人は、まああんま知らない人もいるかもしれない。土屋隆之。ね、このもう本当に彗星のごとく現れたラジオのハガキ職人で、でまあ私がまあ東京までやってみたらつって呼んで、まあ漫才楽しいというライブに関わって、漫才楽しいの公演の1ヶ月半前に大阪に帰っちゃったっていうやつなんですけども、ね、はいはいはい、暗闇をタッ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 と、ね、俺が買って やったバンズのスリッポンで走ってきました。かわいいやつじゃねえかよ、お前。まだ履いてんのかっつって。かわいいやつだな、つって。なんでだよ、かわいいやつじゃねえかよって。なんか、嬉しいじゃない。嬉しいでしょうよね。お前、靴ぐらい明るいの履けつって、スマイルのマークがいっぱいついてる、俺が買ってやったバンズのスリッポンの、で、もう相変わらずの漆黒の上下黒のね。怖いね、暗闇から。
その上下黒の男が現れるの。やっぱりね、うん、なんだろうな、うん、親方が東京から来たってことでね、やっぱりテンションも高かったですよ、彼は。あ、そう。おざます。ちょっと上ずってましたよ、声も。まあでも嬉しいだろうね。うん。おーっつって、俺。親方も。うん、親方も。で、苦痛のことは触れれないから。うん、おー、そう。うん。いや、久しぶりだなーっつって、うん、お前住んでんのここか。エジ聞いてんなーなんつって。二、うん、人で二人ともご機嫌じゃねえちょっとキャラ変わってんじゃん、二人。うん。で、まぁ、あ、ちょっとこう、ウルフルズの音量も2くらいメモリ上げて。うん、一緒に盛り上がろうぜ。そうそう。で、うん、どっかファミレスでも入るか、なんつって。うん、僕は閉まってて、もう2時で閉まるとこが大体で、2時ちょい過ぎぐらいだから、あれ全然空いてないんだけど、結構いろんなところ、天王寺っていうところもあったんですけど、空いてないから、どうしょうがねえな、つって、コンビニに駐車場止めて、うん、もう本当、もう何年ぶりよ、もう20代までしか許されない、うん、コンビニでジュース買って、うん、駐車場の車の輪止めに座ってね、二人で。もう真っ暗、誰もいない道路のコンビニの前で。まあ空いてないからね、しょうがないや。ここ座るか、なんつって。うん、いいね、青春だね。はい、なんつって。うん、で、二人でね、飲み物、ジュース飲みながら、どうなの最近、なんつって、うん。月が輝いてたね、とても綺麗に。うん、何の仕事してんのつって、今、つったら、キャバクラで、うん、自分を変えようと思って、うんうんうん、圧のかかる世界に行こうと思って、その東京で人見知りしてた自分を変えたいということで、キャバクラに、うん、のボーイとして勤めて、で、このラジオでも話したけど、彼は癖があって、バイトの服のまま家から出て、その服のまま帰ってくるっていう癖があって、ね、東京でファミマで働いてた時も、ファミマのまま俺がいるカフェに、ネタをね、一緒に作るんで来るから、うん、このファミマの制服で土屋ってカタカナで書いてるネームプレートのやつと俺がいるから、俺が、客がクレームを言いに来て呼び出したみたいな絵になってるっていう話したんですよ。で、彼その癖まだ抜けてないみたいで、キャバクラの格好のまま出勤して、で、帰りに、キャバクラの連絡取り合うヘッドセットを首にかけたまま帰宅しちゃったんだって。うん。それはもう問題だよね。で、それが閉店の前の時間の上がりだったもんだから、ヘッドセットお前何持って帰ってんねんつって、うん、やめてまえお前って言われて、結構怒られるんだね。それでやめちゃったんだって。なんだよ、変わってねえじゃないか全然。うん。でその後ですよ、夜の店でも自分も変わんなかったから、うん、彼、うん、もうちょっとこうスタートに戻るというか、うん、もう一回戻って始めてみようと思ったんだろうね、人生を。うん、今度はね、学童保育のお兄さんになったんですよ。極端だな、子供、ま、子供から慣れてこうってことね。いや、それはさ、変な話、うん、そのキャバクラのボーイさんよりも大変なんじゃないの？で、児童館みたいな感じで、小学校で共働きのお母さんが、子供預けてくっていう。で、まあ、子供が寄ってこないと。いや、そうだろうね。あの、さて寄ってこない。いや、私もわかりますよ。友達だから、春日さんと子供のロケ行くと、もう本当にもう10人中10人、春日、つって俺に一人も来ない。これはミュージックソンでもそうでしたよ。うん、ミュージックソンのエンディングでもね、もちろんそうでしたけど、もう何か異様なものを感じるんでしょうね。うん、で、彼は、なんとか人気者になろうとして、うん、アクリルの板に、うん、絵を描くっていうなんか遊びがあるらしいんですけど、うん、で、絵が得意だから、それで人気を得ようとしても、カッパを描いたんですって、一生懸命。で、それ、ちょっと、若林さん、ちょっと見てください、つって、僕、鍵につけてるんで、つって、見たら、カッパがね、超リアルなカッパなんだよね。妖怪図鑑とかに、木桜の方のカッパ、超リアルな、鱗とか甲羅がもう、ものすごい立体感を持った、ね、がっちりのカッパ描いちゃってて、もう怖いのよ、目とかも。もうだからその、生物としてのカッパを描いちゃったけどね。キモいわーみたいに言われて、誰もさらに寄ってこなくなっちゃいました、つって。うん、さあ、そうだよ。でもそんな彼ね、うん、一個だけね、土屋の周りに子供が集まるとこがあるらしくて。うん、どこよ、それって言ったらね、うん、ドッジボールの時、縦にされて後ろに子供が集まるらしいんだよね。うん。あ、まあまあ、でかいからね。そうそう。で、うん、そうそう、子供たちに狙い撃ちにされるらしいのよ。棒に投げられんな。で、当たっちゃったら子供も勝負だから、うん、お前何してんねん、お前つって小学校に。
子供にもう罵倒されてると。うん。でもそっから始めようと頑張ってるんですなんていうね。おーおーおー話を聞きながら。おーおーいいことだ。若林さんはどうですかみたいな、うん。毎日お仕事楽しいですかみたいな。そうだな。まあ、ぼちぼちやってるよ。つって俺も言ってさ。お、何笑ってんだよ、お前。すいません。うん。今の問題だろ、お前。いや、何です、兄貴感、何でその兄貴感出すのかなと思って。普通に答えればいいのに。ずっと兄貴の感じだった。